こんにちは、リフォームの達人プロデューサー、山さんです。今日はですね、こちら、抜けなくなったエンドパネル、大変、このテーマでスタートです。店員の寸法大丈夫ですよと言われて失敗、倍なおたんです。 こちら、リクシルのシエラキッチンを選びました。工事会社は大手のホームセンターなんです。ヤマさん、はじめまして。YouTube 楽しく拝見させていただいています。工事は大手のホームセンターさんに依頼したんですが、悲しいことになっております。なんでしょう。もし可能でしたら、アドバイスいただけましたら嬉しいです。中市台のサイズ不足手にたサイズが短い。私がもともと台所を測った、まあ、素人の 測りではあるんですが、その規格サイズの2550より、まあ実際ですね、これを入れると壁から壁が2センチ弱長かったので、つまり隙間ができちゃうということですね。見積もり時に担当者さんに何回も確認したんですが、企画の255で大丈夫ですよ。ということで、オプションでステンレスを長くはしませんでした。はい。ところが、いざ取り付けをしてみたら、足りません。 すみませんと言われました。何回も確認したのに。どういうことでしょうかこの2センチの隙間。とりあえずエンドパネルを壁の隙間に入れますねと工事は一旦終了。この隙間の2センチ、後日パネルを入れると言ってお帰りになられました。そしてこちら隙間にパネル。 後日、エンドパネルを持ってきて、入れ込もうとしたんですが、うまく入らない。途中で止まった状態で、一旦工事が中止。こんな状態になっているんです。大変ですね。以前これ、実はこの同じ工事業者さん、釣りとの配線もこの剥き出しのまんまで、このようになっている。これも、 かなり心痛められてるんですが、これと同じ状態の現場が、実はもう一箇所、この不具合として天板があったんですね。で、見た目が悪くてどうなってるのか、これも直してもらうんですが、これどう隠すってことで、山さん前回はこのケーブルモールドをご提案させていただいたんですが、今回のこのなぜこうなった2センチ隙間問題なんですけれども、これはですね、まあ何と言っても抜くこともまず今難しいということになってるんですね。で、スーッ 入ると思ったらしいんですがいやいや、もともと2570あったわけですよね。255ですよね。エンドバイルって18ミリなんですよ。で、18ミリで実際にはこうまっすぐ入れようと思っても隙間が少しでもクリアのところ入らないじゃないですか。例えば、わかりやすうと10センチのところに9センチの箱入らないんですよね。これまっすぐ入れれないからという理由で。で、まあ入ったとしても今度抜けなくなっちゃう。まっすぐ抜くのが難しいじゃないですか。ということで、 キッチンの扉の木部が飛び出している、えー、こちらの部下、横から入らなかったようなんです。しかも途中で止まることもできない状態です。まさにそういうことですね。何かいい題、えー、アドバイスありますでしょうかいやー、これもかなりちょっと大変だと思いますね、正直。で、元々はショールーム見学を、えー、しました。キッチンのリフォームをするにあたり、まずはカタログを取り寄せ、イメージを膨らませた。そして、ショールームに行き、その際、 既存のキッチンの写真と計測した値を記載した手書きの図を持参しました。小ールームの方にアドバイスをもらうこと、とても役立ちました。で、山さんの YouTube 見まくって、自分にぴったりのプラン、大体まとめてから、 地元でリフォームを手掛けている会社から見積もりをしていただきました。2社とも私が測った値より2センチ足りない企画品の255で大丈夫ですよという結果でした。自分で計測しますと何回やっても257、257センチ、2570ミリってことですね。本当に大丈夫か何度も確認したままレーザーで測ってるんで間違いないとのことで、テインターをオーダーしなくても問題なく設置できると、 なりました。ということなんですね。で、しかし、いざ取り付けとなると悲劇が、工事も終盤になった頃、工事職人さんから問題が起きました。少し幅が足りませんと。既存のキッチンを全部取り払ってからそのように言われても、と、めもう目の前が真っ暗に、この幅ですね。で、急遽材料を手配して両端に板を入れて何とかできないのと提案しましたが、大丈夫です。このまま左に寄せて、 キッチンを取り付けて右側にできた1.5センチほどの隙間に扉と同じ色のエンドパネルをオーダーしてはめ込みますから安心してくださいというふうに左に寄せる判断をされましたと。で、一旦工事終了、えー。大丈夫です。このまま左に寄せてということで、まあこれで2週間ほどお時間を、えー、いただきたいと。 え、簡単な作業ででき、すぐできますので、綺麗にできますから、間に合わせの板を入れるより綺麗に仕上がるのでいいですよ、と提案され、この日が終わりました。で、後日、エンドパネルが到着して、さっきの写真ですね、職人さんが来てくれました。これでやっと無事に完成したと、お知らせを待っていますと、どんどんどんと大きな音と振動が、 何事かと恐る恐る覗いてみると、板を上から入れようとする。釣り戸に当たり入らない。横から入れようとしても流し台のすぐ手前にある引き戸の木枠にかからない入らない。ゴムハンバーで板叩き入れようとしてるじゃありませんか。できない。タイルの壁が割,割れないのかなと心配になり、無理はしない方がいいのではと声かけますと、簡単にできるかと思いましたが、入らなくて。もう少しで何とか入りそうなんですが、幅木で引っかかりますので、少し削っていいですかこの。 床のところの幅木ですね。で、こちら、力まさに何とか入れようとしましたが、最終的に削った幅木は見えなくなるということだったので、了承し、お任せしました。 そしてまたしばらくすると、すみません。簡単にできると思ったんですが、私一人ではできそうにありません。対処法を検討して出直したいです。と、またまた仕切り直しになりました。ということなんですね。で、なぜにっていうことなんですけれどもね、本当に大丈夫なのかとても不安ですが、とりあえず信じて待っています。余談ですが、えー、シンクのその天板のサイズは足りなくて、 さっきのような感じになりましたが、釣りと、上のところの釣りとのレンジフードはサイズがぴったり。なぜにと今でも不思議になりません。これはですね、釣りとのところも本当は寸法一緒なんですよ。ただ、クリアーとなっていて、クリアーでつけてもおかしくないんですけれども、というのは別に隙間あっても大丈夫なんです。天板の場合隙間あったら水が落ちていくじゃないですか。なので、クリアーのまま置いとけない。ですから、多分、ご自宅見てもらったら、レンジフード、 左壁のところ隙間。釣りと、右壁の隙間あるんです。ただ、例えば、枠とかがあったりして、こう、目が入りづらい。目が行きづらい。下のところって上から下見たらはっきり見えるし、だからコーキング打ってるんですね。普段、今までもコーキング、天板の上で打ってますけど、上は打ってないんですよね。つまり、クリアできる。隙間でいけるんですけれども、えー、天板の方が水回り、天板のところでしっかり寸法が見える。で、もう一つは、もう一つは今でもコーキング打ってたんですよ。で、 おそらく寸法が、えー、企画品ですから255、前も255だったはずなんです。で、コーキングは1センチ1センチだったんですけれども、今回はシステムキッチンになって綺麗に収めようと思うところにおいて、1センチのコーキングちょっと大きいなっていうふうに見えたんでしょう。もう少し、んこれちょっと大きくないまぁ、あ、1センチちょっとあるのかもしれませんけどね。で、一番悪いのは左に寄せたら2センチになるじゃないですか。まあ実際この、 斜めに入っているところ、2センチもあれば、えー、1 9ミリのところもあると思うんですけれど。で、エンドパネルがなかなかまっすぐ入らないというふうになっているんですね。で、一般的にはこれおかしくないんですよ。えー、例えば、2570に作っていて、今までの流し台というかシステムキッチンも255で入れてたんですが、で、 今回ですね、例えば、現場が2570ミリ、ミリで言いますよ。で、企画品は255。これも変わってません、昔から。で、通常はリフォームの時にキッチンパネルを入れるわけですよ。で、1枚の厚みが6ミリ。で、両面テープと接着剤を入れると、まあ、実質7ミリだったり。まあ、これキッチンパネルの厚みが5ミリとか4ミリありますけどね。そのメーカーのサイズによって。で、両サイドが、まあ、キッチンパネル、通常、アイカのセラールで6ミリだった場合に、6ミリ、足す6ミリ、2つありますから、12ミリ。なんで、 え、2センチってことで20ミリ、まあ、えー、クリアがあったとしても、この12ミリ、残り8ミリですよね。8ミリで両サイドに4ミリ、4ミリクリア。つまり、リフォームでキッチンパネルを貼るという頭が2社とも、もともとあったんで、まあ2本なので OK じゃん、みたいな感じに思ったのかもしれません。感覚ですよね。でも今回タイルで、まあいけるのかなと思ったら、 思いのほか、ちょっと普段より大きくないという感じで、普段から1センチのキンを打ってるわけじゃないんで、うん、1センチがちょっと大きいぞ。1.12あるぞっていうふうにちょっと思われたんだと思って寄せちゃったということですよね。 で、ちなみにですね、どうしても綺麗に収めるということであれば、その1センチ単位でサイズができるものって上級クラスしかないんですけど、普及クラスでできる。そういった面で言うと、リフィットなんかはとってもお得ですよね。このコンロとシンクの間の作業スペース、この真ん中のセンターキャビネットを1センチキャビネットをずらすことによって天板が綺麗にできると。 で、例えば通常のキッチンの場合は、天板だけ伸ばして、伸ばしたところ、例えば5センチぐらい空いてたらそこをフィックス材入れるんですけど、2センチっていう風になった場合にはちょっとこう、加工するの大変ということで、フィラーはだいたい3センチ以上からという風になってます。そういった面で言うと、2センチっていうのは通常キャビネットを入れて、まあ例えば TOTO で言うとエンドスペーサーという、えっ、ー、と、1センチずつの板、白い板を入れてあげる。まあコーキング靴のも大変ですけど、板だったらまっすぐ入れてあげて、上のところは、その、 コーキングを打つというのが一般的なシステムキッチンのリフォームの収まりとなります。なので結論的にはキッチンパネルを入れているのであればきれいに収まってたんですけど入れてないということであればもともともコーキング1センチってなってますからその1センチが嫌なんだったらリフィットを入れる。でリフィットを入れないで通常のまあお値段を下げたいということだったらもう1センチのコーキング両サイド1センチずつっていうのは前と一緒なのでそこについてはもうあのー 納得していただいて、その分、エンドスペーサー、コンロと、えー、新キャベツ、それぞれに、その、エンドパネルのように長いものじゃなくて、奥行きがだいたい5センチぐらいの短いエンドスペーサー、手前だけだったら入りますからね。奥まで入らないだけね。手前だけ入れてもらうっていうのが正解というふうになります。ということで、今回のケースで行くと、どうするのが一番いいかという、やっぱり縦に1センチのコーキング打つの大変ですよね。そういった面で言うと、その、えー、一番最初、 両側になんかこう板入れれないの提案もうその通りなんですよ。なので1センチずつの板を入れて白い板だったら見栄え悪くない。で、上のところはコーキング。これがまあ一番いい方法になるんだろうということです。まあ抜けるかどうか。ここですよね。まあ抜くしかないということだと思うんですが。お知らせです。リオナビ。 リフォームの情報共有サイト、えー、リフォナビプロジェクト進行中です。山さんが今こちら取り組んでるのがリフォナビ4つのコンテンツ、記録する、発信する、学べる、つながるということで、まあ、いろんな形でですね、皆さん、えー、情報をチェックシートでチェックしたり、発信して、えー、ビフォーアフターを見たり、学べる YouTube、インスタ、ブログ、こちらの方は、えー、リフォペカで発信しています。そしてもちろん、今度もまた発信しますが、このつながるズームオフ会であったりね、えー 実際のリアルのオフ会、ぜひ参加してみて、楽しんでみてください。世の中に広げたい。99.9%リフォームの素人。皆さん、そうじゃないですか。最初で最後のリフォーム、何から始めたらいいかわからないこれ、だって、メーカーショール見たら低下 定価じゃなくて本当はこれ50%引き何この金額の違いっていう風になってるわけですよね。で、実際、例えば車買いに行ったら定価からそんなに半額になるってことないんですが、リフォームの世界では普通にメーカーの販売が半額になってるなんてこともあってびっくりされる方多いんですよね。 ということで、わかりにくい。こういった、まあ、皆さんの失敗体験成功を導く、12月25日,、えー、5日に、リフォナビリリース。こちら、みんなの情報サイト、学べる、発信する、記録する、つながる。これ、クラファンが進行中で、ぜひこちらの方、えご、ー、支援いただける方、共感いただける方は、クラファンの方にもぜひ参加して応援になっていただけると嬉しいです。年間150億円、リフォーム作業、えぇ、ー、別したい。あなたからこういったトラブルを守りたい。そんな内容がテーマになっております。 もう今90%超えたんですよね。ありがとうございます。ということで、ビフォーアフターの写真、さらにはこういった引き出しの中まで生活感あふれる写真、こういった内容をどん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 山さんの YouTube で 情報発信していきますんで、ぜひご期待ください。LINE 登録で定期的プレゼント配信しております。ぜひまだの方、こちら QR コードでコメントをポーンと押していただくスタンプ1個でも大丈夫ですんでね。ぜひこちらの方に参加して、ゲット、えー、子供未来、こちらの方もとっても大切な来年の3月。全世帯対象私ももしかして対象って見てる方いらっしゃる。対象ですから、とにかくこの LINE 登録で定期、えー、配信してる情報も全部ゲットして、えー、必ず、えー、そちら素敵なリフォーム実現してみてください。 本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたいきますよせーの必ずできるいってらっしゃい